はい、どうもカズワです。それではゴッドイタツーレイジバースト前回に続くからやっていきます。ということで今回何しよっかな。特に決めてないんですよね。ダウンロードコンテンツ、スプリングホリデー、なんか行くこれクロムガウェインとか、どうしよっかな。クロムガウェイン、バベルの、なんちゃらとか、まあ普通にこっちのミッション行くとか。そうか、これのサバイバル全然行ってないな。何これ、あーめっちゃ難しそうなやつね。これいけんかな。3体やろ、マガツキュービー、セクメとハガンコンゴ行こうか。これちょっと行ってみよう。で進めたいんで着ぐるみ絶対連れてきます。着ぐるみのエピソードは絶対見ましょう。で、あとはシエル連れてきたいな。とあとどうしよっかな。ソーマとか連れてく、ソーマ連れてくか。で、バックアップはもちろんうららちゃんで、フルブーストちゃん、フルバーストからのひだめダウンコーター、で、よみがえりかな、どっかによみがえりが、よみがえるあたといつもここの20どうしようか迷うけど、まあ、破壊活性かな、活性封じでこれでいきましょう。なんか難しそうやなこれ。よし、じゃあ原初のなんちゃらもうミッションの名前忘れたね俺。マガツキュービとかいうやつが出てくるんかな。確かあの黒いキュービ型のやつはそんな名前やったと思いますわ。マガツキュービ初めてなんかな。うわ初めてやこいつ見るん初めてや。はい、噛みつけへん。さあ行きますか。行って、結構強いな。どっから侵入してくる。ああ、そっちね。そっちなら大丈夫。そっちなら大丈夫です。せと。回復しよう。待て。OK、大丈夫。はい、そっちね。そっちなら大体、侵入したぞ。了解。入ってきたね。いってー。なんか、そういう攻撃やったんや。知らんな。見たことねえわ。はい。どこいた？おった。何するそれ、何だ、あの尻尾から尻尾からビームってやつね。了解。ああこいつ噛みついとかなあかん。はい、オッケー。なんか近くにおるハガンコンゴ、さっきこっちやろう。はい、だいハガンコンゴはやっとかなあかん。キュービとはもうタイマンぐらいのレベルでやろう。あの4対1、いって、こいつの攻撃力異常やからな。よし、大丈夫。ここをやっておこう。いって、でも9と15やからな、攻撃力怖いな。で、噛みついておいて、大丈夫、ガード、はい、オッケー。シール大丈夫か、叫び声聞こえとるよ。オッケー、大丈夫。で、ひるむやろ。まだセクメトが来てないのが救いかな。待てい、あ、ちょっと待って、危ねえ。大丈夫よ、いけとるか、俺。はい。あー、300しか食らってない。おー、噛みつき。フルバース発動からの噛みつきね。大丈夫。キュービの攻撃がいった。どこや、腕が壊れたんか。あー、正面からやりたい。OKOK、そうやな。ここのインパルスイッチ効くから。はいラリアついて、ほい、大丈夫、避ける、大丈夫、いけとる。ちょっと発動するか、ハガンコンゴをダメージ、噛みつき、ダメージ、自身に大ダメージ、これでいこうか。3、2、1、はい、と、うわ結構食らうなこれ。噛みつき OK、 あとはダメージ加算するだけ。待てー、
大丈夫、いけるいけるいける、その攻撃してくれるんやったらいける。しゃー、到達、行くぜ、ブラッドレイジ発動、ドラドラドラ、あー、いいね、やっぱいいねこれ。ひとたまりもねえでこれ。うん、やっぱダメージ値が違う、6000とか言ってるもんな。はい、6000ダメージ、おー、いいね、おい、逃げてるぞ。どこで捕食するんやこいつ。あー、ちょっと出てる。どこ行くんや。よっしゃ、倒した、オッケー、大丈夫です。セクメトの方行きたいな、先に。どこや、ここか。ただあっちがキュービの可能性もあるねんな。おっと、セクメトおったで。よし、相手したろ、セグメントさんや。ほい。はい、ちょ。いきなりその攻撃やめようぜ。ほい。あ、インパルスエッジ当てたい。インパルスエッジをそこに当てると、なかなかの威力が出ると。はい、なんか、ザイゴードかな、あれは。ザイゴードが目の前、俺で。大丈夫、大丈夫。ゲッ。もう連続波動拳とかやめようぜ。おい、やめー。毒った?ああ、毒攻撃をしてきたんか。うん、なるほどね。ザイゴード、そういえば毒持ちだったっけ?あ、危ね。波動もつくから、それは要注意だな。はい、拳にもいいダメージ出るよ。あ渡しとこうかな、これ全部。多分、もう持ちきれへんようになるやろ。荒紙なの。いや、危ねえ、危ねえ、危ねえ。これ先にね、ちょっと弾を確保しておくと。それが重要。うい、危ない。蘇り効果発動。もう最後倒しましたと。あ、いってぇ。はい、大丈夫よ。大丈夫、大丈夫。大丈夫や。痛い。あ、キュービー来た。来てしまった。あー、これまずいで。痛い。ちょっと広いとこ行こう。追いかける、これは追いかけるべし。おい、当たらない。ほい、はい、両バネ破壊。はい、いいね、くらえや。オッケー、拳を行こう。うん、拳いいダメージやな、やっぱり。ほい、2000ダメージ、いいね。おお、どこ行く。そうかそうかそうか、捕食か。捕食ね。了解。ダウンした。これで決め切りたいな。無理かな?ちょっとそれは無理かな。だから、ちょっとおとなしく噛みつき、おー、かましてーと思ったけど、スタンシャー。はーい。結構なダメージやな、やっぱ。オッケー。倒した。じゃあ、キュービー行こう。ちょっと待って、全部弾かれると、俺。はいもう、よっ。ああ、渡せへん。結局渡せじまいか。渡せずじまいか。まあでもそんなに、あれかな。通常の難易度15やから、難しくはないか。うん。ドレッドパイクやったか。あ、痛い。痛いけど、そのダメージないねんな。そう。ドレッドパイクを倒したと。9秒も、ああ、でもまだ点滅いってないんか。うん、小型荒紙しかおらんな。うん。なんか今、マップの右上が青かったから、なんかおるんかな、思うんだけど。こんな狭いところでやってるのが悪いんかな、これ。思ったけど。ちょっとね、狭いところが好きなんですよ。おい、着ぐるみ、お前何やっとんねん。はい。あー、救命と、あー、でも救命とするほどのダメージ受けてないか。はい、なんか、尻尾から発射のやつね、これ。ちょっとモーションが違うんか。通常の、キュービーよりは。よし、頭破壊。さあ、怒りモードやな。で、尻尾も行っときたいな。こいつどうせ、近づかないでください。マジで、
マジでつら、つら、何今の、待て待て待て、どうすりゃいい、どうすりゃいい、どうすりゃいい、え、どうすりゃいい、どうすりゃいい、これどうすりゃいい、どうすりゃいいの。あ、戻った戻ったけど死んだで、あー、つげー、何今の、マガツキュービってそういうことなしてくるんや。あー、なるほどね。あー、それつえわ。うん、もうマジでわけわからなかったもんな、ね、今。よし、じゃあ落ち着いていこう。え、気のせいの、そこから離れてください。え、どういうこと、え、これどういうこと、機能不全に陥って、体力が下がっていく。あれ、復活した、ちょっと復活した、どういう、あっちぇ、死ぬ死ぬ死んだ。どういうことこれ、機能不全に陥っています。で、誰の方かな、待ってろ、今行く、頼んだ、相馬、サンキュー。どうにかせんとあかんな。機能不全に陥っていますってことやから、どないことでっしゃろう。こいつ頭破壊したらあかんかった系なんかな。いやいや、そんなことないよな。ああ、救命塔が当たらん。まあ、離れてください言うから離れたけどさ、離れたところで、体力減ってたから、あの、人気の機能不全っていうやつ。解除される、解除される、はい、 OK、 はい、ちょっと待って、大丈夫やな、こちら特に異常ありません、こっちも特に異常ありません。やけど、なんかみんなの体力減ってるな、やっぱり。若干、あの、最大値が減ってるって言ったらいいかな。あー、怖。えい、ひるんだよ。捕食に向かいました。向かった途端に。あ、まずい。あー、今気づいたけど無理やった。あの、大嵐みたいなやつね。もういっちょいけるな。ほい。はい、カット、カイ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 。あの、倒れたっていう音したら、なぜかカイっていうのが出てきてっていうね、謎の現象ね。体力高いな。よ、大丈夫。どの向き、どの向き、どの向き。やっぱりこう、狭いところでやってるのが悪いんかな。はい。あ、行って。行って、何今の。なんか食らってる、なんか食らってるけど、なんか食らってるって、あ、そういう攻撃しとったんやないよ。なるほどね。俺一回食らったら大丈夫と思っとったけど、違うんか。荒神、怒りましたとかそういうんじゃないよな。はい、ってー、はい、ダウン。はい、って、ザイゴードか。なんかザイゴードに貫かれた感あるぞ、今。マジかよ。ちょっと気張りすぎたわ。ほんまやで、ほんまやで、ダメージ受けすぎた。マジでダメージ受けすぎたわ、これ。はい、OK。一回離脱。ザイゴードや。問題はこのザイゴードだよ、今のは。ほい。大丈夫、いける。ザイゴードを倒しましたと。ほい、ほい、ほい。ほい。え、近づかないでください。またまた、またまた。ここにも出現しました。あの、マップの紫のところ行ったらあかんのか。あ、そういうことか。あ、広がってる、広がってる。あー、なるほどね。で、この辺でやれば大丈夫っていうやつやけど、これガードしとかの無理やんか。はい、着ぐるみさん、終わり。あー、これは、ちょっと、助けに行けへんぞ。まさかの怠慢になっとるしな。はい。あーっと、逃げろ。あー、でもここまで来とるんか。ちょっと待てよ。リスポーン、リスポーン。もうリスポーンするしかなくね、これ。あー、なんかなっと、なんかなっと。
あーと、どうしよう、これ、最大値が減っとるから、いや、これ戻らんのが、なるほど、戻らんねんな。食らえや。大丈夫、俺には食らってない。OK、抜けたかな。あ、そうか、これ、体力増強の、なんかアイテムあったな。なんかそれ使うんかな、俺今持ってないけど。あ、なるほどね。マガツキュービーとやるときはそれが必要なのかもしれん。あーははははは。戦いながら考察するやつね、これ。なかなかね。そういうことか。なんか今気づいたな。今気づいたなってか、マガツキュービー初めてやから、なんとも言えへんねんけど。あー、なるほどね。体力増強剤みたいなのあったからな。あれか。なんか結構ボコボコやな、俺も、今回。はい、OK でーす。マガツキュービか。こいつ、恐ろしいな。じゃあ、帰るか。起動。なんかちょっと対応策を考えんと。まあ、あの、こう、なんていう、体力減る範囲っていうのは分かったから。なんとなく、まあ、月は大丈夫かなみたいな。まあ、やられる可能性はあるけど。まあ、なんとか対応策みたいなのは、打てるかな。はい、OK です。ダブルです。あ？渦折り来たりし者。何？なんか俺は片言、すんごい片言なっとったけど。渦を折きたしものみたいな。はい、とりあえずね、クリアしたんで、着ぐるみエピソードかな。あんなに大掛かりな作戦を展開したのに、はい、進展なしだもんな。もうダメなのかな。もうね、ちょっとだいぶ前すぎてね、全然覚えてないっていうね。いや、うるせえや、ビリ、アメリちゃん。エミール、もう熱いわ。ちょっと、まあ、修造さんみたいな、修造さんみたいな。面倒なのが来た。エミール、うるさい。私たちの苦労も知らないくせに。ほんまな。僕は君らの苦労を知らない。なぜだかわかるかな。それは君らの事情を知らない。うるせえ。しょうがないな。あ、説明しようするんやな。説明するから座ってくれ。はいはいはい。なるほど。聞けば聞くほどもどかしい気持ちになる。もどかしい気持ちになる。あんただって気になるでしょ。あの着ぐるみが何者なのかって、気になるよ。何を悩んでいる。正々堂々聞こうじゃないか。それでは、どこに行くん、どこ行くんや。おい、着ぐるみ、後ろに背後ご挨拶だ。君の実力は今実力って詳細に関する値するってあの字になんや。かするとかじゃないんや、あれ。着ぐるみくん、いや、あえて着ぐるみと呼ばせてもらおう。確かに。はい、はい、君は今まで何も語らなかったが、君の騎士道は伝わったと。うるせえ。同じ騎士道に生きるもの。はいはい、ならば互いに素顔を見せる。うわ、エミール案外とこう、なんて別の意味でド直球やから。そのカリソメの姿に、いや、ある意味コータとエリナに理にかなったことを聞いてくれとるからな。この僕にだけ教えてくれないか。氷の牢獄に閉ざされた君の熱い心。これで解決するもんなんか。恐れている。今恐れが見えた。かすかな恐れが見えた。マジか、見えたんや。健やかなる白日の陽光に悩める君自身を晒すのを恐れている。やかましいわ。何が君を、そうま着ぐるみのようじゃないか。着ぐるみやろ、だから着ぐるみなんやろ。だが構わない。僕は君の扉を叩き続ける。かも。突っ込みどころ満載すぎて怖いわ。あ、どうなる。おっと、顔取れたんじゃんこれ。あ、取れた。あ、どなと許せよとも。最初から。あ、空だったの？空やったん。ちゃんと あの頭の部分は字幕で消してるっていうね。ああ、謎は深まるばかりだ。
ああ。だが有力な証拠を得たことに違いはない。まあ確かにね。待ってろよ。着ぐるみ。ああまだ続くんやな。じゃあ悪い意味エミールに任した方がええんちゃうかこれ。うん。はい、じゃあ今回ね、まあ、キングルのエピソードできず、マガーツキュービー。まあ、初見かな、初見のマガーツキュービー。まあ、言って、ああ、まあ、こういうやつかと。わかりました。はい、じゃあ、今回はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。